高崎親広氏から1877年6月26日は、日本の武士、高崎近広、通称は黒左衛門、長男に高崎親将、薩摩国日置軍一期号出身、藩校造士官で学び、1839年には、大阪留守居の高崎金之進に従い上坂、京都、大阪で留学した、帰還後、八田ともりに、 国学、和歌を学んだ後、一記号で学者を開いて、指定を教育した。尊老家で、毎朝皇居の方角を向いて遥か廃止、決してその方角に足を向けて、寝ることはなかった。しかし、幕末の倒幕運動は、故郷を離れられず、もっぱらこの親将に託していたという。1863年、撮影戦争に、藩士として参戦。明治維新後も、 故郷を離れなかったが、新政府への忠誠心は厚かった。西郷隆盛が下野し、1877年に中央政府と不穏な空気が高まると、中央にいた親将に政府の注意を促した。西南戦争が勃発すると、西郷軍に後軍に行してはならないと主張し、事態の収拾に当たった。しかし、 西郷の死学校等たちの怒りを買い、5月26日自宅を襲撃され投獄された。6月26日、獄中で西郷軍の兵士に殺された。西南戦争が政府軍の勝利に終わると、9月26日官命により、意外を葬り、再資料を可視された。ありがとうございます。